28日9時5分いつもより30分ぐらいでちょっと遅かったです。よそ見して話しながらにダメですよ。国道219号線左折が八代、右折が湯の前、宮崎西都市方向。
ートインターチェンジです。歌の春地区へと入っています、19度。錦町西10地区です。
市井出の国地区へと入ります。で、右前方の山、白髪岳、何だと思う？から先、右手は佐杉地区、左手は松里地区です。
近づくへと入ってます。何十年後でしょうかね。
の時のビデオも投稿してあります。30年3月30日検索してください。錦町木之江東海地域へと入りました。左折しますと人吉。
右折して水上宮崎日向市を越えて移動します。
しますと中原横山方向左折して国道原田川方向へと新しい道路に通します。
と左手一部小学校、昨日は運動会がありました。そしてここの桜も、桜がだいぶ咲いてますよ。ここの国20個ぐらいずつは咲いてます。
来は地区移動しています。前方一部浜川地区一部東方錦町西へと入ります。久保地区地区から移動します。
が湯の前。
が春地区、左手上の方は牛地区です。別府して一部小学校横へと入ります。斜め前方、山のくぼんだところ、五木村。そしてちょっと左に寄ったところが阿蘇山高校です。山のふもとで相良村、山田、山江、左斜め方向、北石街地から船村八代方向です。終わります。
いわしから移動します。どうもどうもすいませんね、ちょっと待ってくださいねすぐ止まって、あらひゃい、すいません。YouTube 流して、
山仁田地区です。
原地区から移動します。右折して朝霧町面台と入ります。朝霧町面台下戸町です。右折しますと湯の前地区へと入ってます。
の江平地区移動しています。よいしょ。まだこの先の橋は通行止めです。この前の水害で壊れたんですね。遠回りしますよ。
電話は市ヶ原地区。受けて右斜め前方錦町役場。今の気温は30度になっています。よいしょ。
市さすみ地区です。
の前方向、右手さす、左手は松里ちゃん、
平岩地区から移動します、うん、はい、よいしょ、
山、白髪岳、国道へと出ます。西区町北へ平地、道路向かいは朝霧町面田下戸地区、そして百太郎水を越えて朝霧町上西、どうぞゆっくりどうぞ、ゆっくりどうぞ。
斜め前方、奥の方は錦町役場、そして国道、右折が人吉、左折が湯の前方向。
宿へと入ってきます。ベランダを作っています。
設住宅内装が始まりますね。認識出ました。どっちの方に行くな。今からどっちの方。あ、どこにおっと。どのあたりかな。あ、平野。あ、今平野さんによっと、あ、元気村。あ、じゃあすぐ U ターンすって、聞いてみる。久保さんだしな。杉本さんだし。30キロ。30キロ。あ、はいはい。あ、そこ。うん。じゃあ、聞いてみて。でも、藤本和之さんに電話して神奈川県相模原市のその跡が書いてないからちょっと教えて。
町西井出の口地区から国道219号線人吉方向、
市の宗川です。川の流れを見ながらお別れします。コスモスも咲いてます。